ペコラちゃん、知らない人に声をかけられたとき、どうすればいいか知ってる？わかりません。てか、あなた誰ですか？そんなときは、イカのお寿司と言って、知らない人についていかない。知らない人の車に乗らない。イカのお寿司、すぐについていきます。食べさせてください。もうそんなことじゃ悪い人にさらわれちゃうぞ。ごめんなさい。もちろん私はそんなことしたことないけどね。じゅるり。はい、ということで正しい情報は警視庁の公式チャンネルをご覧ください。絶対したことあるよ。ないですよ。はい、ということで、はい、警視庁のピーポ君役ではなく、テレビアニメ邪神ちゃんドロップキック橘メイ役の原夏子です。同じく邪神ちゃんドロップキックペコラ役の小坂ゆりえです。はい、始まりました。イエーイ。いやー、いつも通りの寸劇がね。はい、いや、ペコね、すごい。これちゃんとしかもね、裏に書いてあるの。知らない人にはついていかないとか。あ、ちゃんとになってるの。そう、ちゃんとね、書いてあるの。知らない人の車には乗らない、助けてと大声を出すって。なんだっけ、イカのお寿司。あ、行かない、ついて行かない、乗らない、大声を出す、すぐに逃げる、知らせる。そう、私、幼いだと思ってました。大声を出すんですよ。大声出すんや。そうっていうのを、あの、なんとか活動の時に大量に配られてました。すごいよ、本人が本人のやつやって分かんなかった。これあれだよね、この声と二重に聞こえるって書いてありますね、コメントが。あ、ごめんなさい、ごめんなさいね、ちょっと二重に聞こえ、ここで今私がスイッチ入れちゃったから、はい、コメントが今見れてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、はい、ちょっと私もなんか警察関連のお仕事をすることがあるので、ちょっと今回もこれを持ちながら寸劇をやらせていただきました、うん、なんか、うん、もう声だけじゃなくて、うん、警察になっちゃえばいいんじゃないですか。なんかもうナイスバディの夏子さんにぜひ、うん、なんか何、警察のコスプレとかしてほしいですよね、皆さん。あ、でも私個人的に持ってる、いっぱい、うん、持ってるの、うん、今日の衣装警察のコスプレって書いてありますよ。忘れちゃったの。そうなの。ぜひ来てください、今度。なんか一回とちあにさんのイベントで来たことがあって、うんうんうん、なんか2着ぐらい自分でも、うんうんうん、そう、警察のねコスプレとか持ってるから、今度じゃあどっかでねお披露目できる機会があったらしたいなと思います。お願いします、はい、お待ちしております。お待ちしております。はい、ということで、はい、今回もね、第2回目ですね。はい、はい、前回に引き続きまして、うん、今夜も来たる7月6日、7月27日に行われるメイクテレビ…目がいっぱいあった。ごめんごめん、今の見なかったことにしてくれ。あ、ごめんなさい、仕切り直して。メイクとバースデーサバトの前夜祭をやっちゃおうと思います。イエーイ。その名も職質ナイト2。もうちょっとツボに入っちゃったよ。めめめめめめめって言っちゃったよ。はい、はい、前回、うん、あの顔、私赤面症だからすぐ赤くなっちゃうんですけど。かわいいよ、かわいいよ。なんだろう、この間は、うんうん、職質とかやってる、うん、カバンの中身勝手にチェックしてきたりとか。じゃあでもあれはユリッペがじゃんけんに負け続けるのがいけないんだよ。ちゃんと勝てば職質できたのに。そっか。もう10回ぐらい全部負けてたもんね。いやー、今回も私は不安でたまらないですよ。この台本書いてないところ多いので。そうなんですよ、頑張ります。頑張ります。はい、ということで、はい、最初のコーナーに行きたいと思います。何何、うん、最初のコーナーは街のタレコミ。イエーイ。はい、はい、ここでは巷も様々な人から寄せられた私たちに関することを紹介します。前回読み切れなかったお便りをどんどんご紹介していきましょう。オッケー。まずはこちら、じゃんじゃん。いや、いっぱいね、この間も送っていただいたんで、いっぱいあるよ。どっちから読みますか？気になるものありますか？じゃあ私がまたピッてやります。わかった。でん、うばまるさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。小坂井さん、はらちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。最近お二人はすごい活躍をされて、様々なイベントにたくさん出演されていますが、
その後疲れた時にリフレッシュ方法は何ですか、ぜひ教えてくださいとのことですね。リフレッシュ方法ね、うん、ゆりぺ何する疲れた時は。子供の、うん、ちっちゃい子供の動画を見たりとか、はいはい、あー癒されるよね。ちっちゃい子供がいっぱいいるスポットに行って、うん、後ろでニヤニヤしたりとかそれ怪しい人だよ、大丈夫？誘拐はしちゃダメだよ。動物園の動物撮ると見せかけて隣の子供を撮ってなるほどね、そこそれはちょっとだいぶ怪しいけど大丈夫。そうでも、うんうん、すごい心が綺麗になります、うん、心がね、こうやっぱ子供見てるとなんか大人じゃだってさ、なんかいろいろ世界のさ、うん、現実を知るじゃない。そうなの、それが浄化されるよね。なんかこの間パンダを見に行ったんですけどね、うん、上野動物園に、はい、パンダの前でパンダの帽子かぶった子がパンダの人形を持って、うん、パンダの T シャツ着て写真撮ってるの、うん、だから、うん、興奮してるね、うん、私もパンダを撮ると見せかけてその子も入れましたよピピーここに警察がいた。人の写真を勝手に撮ってはいけない。でも、はい、顔は横向いててよく顔を撮るのでセーフだと思います。はい、まあでもね、それが癒されるんですもんね。はい、もうありがとうございます、はい、でも私なんだろうな、何、うん、ですか。うん、あの行きつけのマッサージ屋さんがあって、うん、いい、そう、同じ事務所のアキちゃんと同じパクさんっていう方を指名してるんだけど、うん、パクさんね、そう、パクさんがすごい うまいの、上手で、しかも指名料がかからないの。それ紹介してもらってもいいですか。60分で3000円じゃん、ね、安い。それで指名料かかんないの。パクさんの回し物ですパクさん、ほんとそれですごい上手なの、すごくない。ちなみに、うんうん、どこにあるとか行っちゃいけないか。それはちょっと私たちちゃんが多分週1、2ぐらいでどっちかがいるからそうか、そうそうそう、パクさんの回し物ではありませんでした。しかも指名料かかんないから、みんなが行っちゃうと私たちがちょっと指名できなくなっちゃうよね、時が増えちゃうから。そう、何マッサージなんですか。全身、全身、全身、整体で、しかも骨盤矯正とかも言えばやってくれるし。60分3000円は安いですね。安くない、指名料かからんべ。パクさんですよ、皆さん。パクさん検索して出てくるかな出てきちゃうのかな。ちょっとパクさんすごく上手で、じゃあ週1、2でね、疲れた時はすぐパクさんに今日空いてますかって言って、すぐ電話します。教えてください。あ、教える教える、行きたい、パクさん。ちょっとじゃあクロコダイルはパクさんの色で染めていこうと思います。レポートしてきますはい、じゃあね、次のお便りも行きましょう。はい、はい、じゃあ次、私どうしようかな、うん、ピー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 、あ、これにしよう。じゃん、はい、荒瀬陽さんからのお便りです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なっちゃん、ゆりっぺ、お誕生日おめでとうございますですの。ありがとうですの。去年9月19日のスターダムさんとジャシンちゃんコラボでは、うんうん、リングアナウンサー小坂井ゆりえさんのペコラにないようなキリッとしたところにときめきました、うん、ありがとう。確かになっちゃんが感じるリングアナウンサーの小坂井ゆりえさんのときめきポイントを大いに語ってください。なんだろう、ちょっとリングアナ一回見てみないと分かんないなリングアナ見てみないと分かんないな。ちょっとこれ渡しとくと思って読んだのまさかの変えた、ちょっと一回見てみないと分かんないからな。分かりました、ちょっとやってみて、万歳、うん、橋警察署コーナー。普段はとっても可愛いけど、頭がやっぱりちょっとおかしいと思います。絶対何かのコネで入った立花めい。おお、かっこいい。かっこいい。これさ、なんだろう、私この絵をやる時の顔、うん、結構やばくて。あ、寄ってくれればピーポ君渡したのに。出てもおかしいけどね。私だって軽症だからちょっといや、しかもあれだね、めいちゃんがなんかコネで警察署に入ったみたいなディスりもしっかり入ってましたよよく2人話してるんですよね。そう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 、どうやって警察入れたんだろうねって。絶対親がね、そう、親が警視庁の上の方の親の人がいるんだろうなって言って思ってる、うん、いやでもかっこいい。ありがとうございます。ペコラとも違うし、うん、普段のゆりっぺも、うん、まあ皆さんお分かりの通りポワーっとしてる感じの、うん、まあなんだろう、ちょっとこう人より上の方を走ってる感じの子じゃないですか。どういうことやねん。そうだから、うん、なんだろう、やっぱギャップ萌えってやつですかね。
そう、かっこいい。なんかゆりっぺからそんな太い声が出るのかっていう驚きがありますよね。出ちゃった。そう、かっこいいと思います。ちょっと、アラッセさんのおかげで、私が嬉しい気持ちになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ読めますかね、お便り。まだいける。いけるって。じゃあ、いきますよ。何にしますか。ベン。ペペン。はい、ラグーナさんからいただきました。ありがとうございます。原さん、小佐貝さん、こんばんは。こんばんは。こちらにでは2日間、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ステージや特典会等ですごく楽しませていただきました。バースデーサバと開催ということで、誕生日関連でお二人に質問があります。はい。お二人がジャシンちゃんドロップキックで演じられているメイちゃんとペコラ様、もしお誕生日に誕生日プレゼントをあげるとしたら、どんなものを送ってあげたいですか。より具体的に教えていただければ幸いです。7月6日のバースデーサバと東京編、当選したら皆さんと現地でお祝いさせていただきますということで、当選したらしてたらいいね、してたらいいね、はい、はい、この度お誕生日おめでとうございますということですね。ありがとうございます。なるほど、2人にね、めいちゃんとペコラがお誕生日だった時にあげたいものですよね。私たちがあげたいもの、めい、うん、ちゃんってもう欲しいものは自分で取ってきますみたいなタイプだから、まあ、そうね、やっぱ一番喜ぶのは、うん、なんだろう、オロチマルの尻尾とかをちりって渡すか、ね、怖いよ、うん、なんだろうね、でも、うん、ちょっと変わったものが、うんうん、ただ可愛いものじゃないんだよね。確かに喜ぶものが。なっちゃんだったらじゃあ何をあげますか、うん、なんだろうな、難しいですよね。難しいけど、でもやっぱ、うん、全部じゃなくて、なんかの一部でも喜んでくださったよね。人の手だけとかさなんだ、なんかの一部って言ったけど、うんって思ったけどえ、なんか、何かの尻尾とかさ。これ放送やばいですか、大丈夫ですか。 あれはなんか昔ちょっと流行ったさ、うん、ズボンにつける尻尾。あー、かわいいね。フリフリして原宿をみんなが歩いてたじゃないですか。うんうん、でもみーちゃんは多分生のものが喜ぶと思うんだよねじゃあ、生の何かの一部。結局何なんだ生のやっぱ尻尾か、うん生の尻尾か、何ですかね。あれは、うん、あの和菓子の方のジャシンちゃんの尻尾。あ、それは普通に喜びそうね。うん、美味しいしね、あれ。ダメだ、メイちゃんだと普通に考えれないなメイちゃんはね、うん、あ、でもなんかあれじゃない、骨とか喜びそう。化石。そう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 、なんか昔の人のさ、うん、なんだろう、発掘されたてぐらいの化石。なんか変な顔の土偶とかも喜びそう。あ、喜びそう、喜びそう、喜びそう。なんかちょっと変な名前つけれそうなやつね。つけれそう、つけれそう、うん、はぁ、いいですね。ね、ドーグーコーみたいな感じでね名前つけれるやつはいいかもしれないですね。じゃあドーグーコープレゼント。 そうですね、それかファンの人の骨、はい、をプレゼントすれば喜ぶかもしれない。ファンの人一回どっか一部燃やしていただいて骨が折れた際はちょっと一部提供いただいて一部提供をしていただけると30年後ぐらいにメイちゃんのためにメイちゃんはそうですね、もうそんな感じかな。なんか売ってるものじゃないんだよね。そうですね、何か持ってきちゃいけない何かとかだから ねちょっとなんか斜め上を行き過ぎてるからな。そうそうなんですよ。でもペコラは私はちょっと決めてて、うん、何なんか食べ物、美味しいお肉とかもあげたいんですけど、うん、食べ物がやっぱないか、うん、っていうか何もないから、家もないし、痛いものもないし、うん、服もちょっと一着しか持ってない気がするし、ね、うん、だけど私決めてて、うん、パンの耳につけれる、うん、あのシリーズをいっぱいあげたい。なんか明太マヨネーズとか。あ、飽きないように。そうだって、パンの耳はパン屋さんでもらえるでしょ、うん、だからそのお肉だったら一回食べたらなくなっちゃうけど、なんか明太マヨネーズとかだったら、うん、なんかピーナッツバターとか、はいはい、楽しめるもんね。そで絶対あの子喜ぶと思うの。確かに。でこれ何でも喜んでくれそうだからね。そうですよ。確かに。でも夏場だから腐らないやつにしてあげたいね。あ、そっか。マヨネーズとかだとちょっとさ、公園とかに置いとくと腐っちゃうかも。ベコラってお腹壊すのかな。うん大丈夫なのかね、そういうのは。大丈夫なのかな。私11月に博多に行った時に、うん、なんか明太バター買ったんですけど、うん、どこにもないんですよね。はい、ちょっと待って、よく意味が分からなかった。どこにもない。多分どっかのカバンに入ってるんですけど、なくしちゃったってことね、うん、
私の部屋のどっかにあります、うん、すごい話がだいぶ飛びましたなるほどね、まあでも、はい、ペコラにはそういうあれがあげたいね。私がお腹壊さないから多分ペコラもお腹壊さないと思います、うん、らしいですよ。それぐらいのは食べれると思う、うん、そうね、まあでもペコラには味の濃いものをね、あげたいですね。味の濃い、うん、ジョジョ園の弁当とかをじゃあ私は差し入れたいなと思います。食べたことない。私もこの間現場で初めて出て、うん、なんてお金がある現場なんだと思って。ジョジョ園自体食べたことません。食べたことません。食べたことありません。そう、ジョジョ園のお弁当に感動しちゃって。美味しいんですか。すっごい美味しかった。肉柔らかいと思って。いいなあれは。多分普通の生活をしてる私で感動したから、ペコラが食べたらもう泣いて喜んじゃうよ。じゃあまず小堺が味見します。小堺さん後にね、ペコラの元に行きたいと思いますが、はい、どうですか。あ、お時間がね、そろそろ来てしまいましたが、ね、でも本当皆さんたくさんお便りありがとうございました、うん、ありがとうございます。はい、はい、ということでこの勢いでバッセイサバとも来てほしいですね。はい、来てほしいですね、うん、はい、ところで、はい、うんうん、東京編なんですが、はいはいはい、応募者数多数につき追加公演が決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがたい。ね、なので一部二部まではねあったんですけど、うんうんうん、第3部までやらせていただけることになりました、はい、皆さん本当に応募ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、東京とね、名古屋の2公演ありますので、うん、ぜひ予定を合わせて、うん、両方ともでもどちらだけでも来てほしいなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、はい、次のコーナーも行きましょうかね。次のコーナー、次のコーナーはこちらです。あっち向いてほい私物チェック、キラーン。はい、急に静かになった。ええ、あっち向いて私物チェック来ましたよ。ゆりっぺの得意なコーナー、ゆりぺがピカイチ輝いてたコーナーだよ。ゆりえ、日本語わからない。はい、ルール説明したいと思います。職質ナイトということで、これは避けられません。今回は前回と異なり、一つルールが追加となりました。カバンチェックで出てきたものに関連して思い出話をしてくださいとのことです。うん、あ、そう、前回、うんうん、実は前回あったコーナーで、うん、人のね、カバンを勝手に誰かが持ってきて、はい、いろんなものを見るっていうコーナーなんですけど、うん、今回はその見るものの思い出を語ればいいんですか。そうです、そうです。なんで出したものに対して、うん、このね、例えばこれだったらどんな思い出があるかみたいな感じで、はい、思い出も話したい。思い出あるものあるかな、ね、私もだ普段カバンなんてさ、適当にペペって入れてるじゃん。なんでちょっと頑張りましょう。そうですね、はい、頑張ります。はい、そしてルールは簡単です、はい、まずあっち向いてホイをやります、はい、負けた方がカバンを相手に渡して、勝った方が一つだけ取り出して取り調べることができます。はい、はい、勝ちまくりますよ今回は。前回負けまくりましたからね。はい、じゃんけんもまあ弱いし、あっち向いてホイも弱いから。何この企画。よし、やるぞ。よし、 OKオッケー、せーの、最初はグンジャケポン、あっち見てホイ、イエーイ。うぇーい、カメラがあるとみたいだよね。うぇーい、プロだな私。はい、ということですいません、スタッフさん、ゆりっぺのカバンを持ってきてください。やば、私これ一個も多分見られないな、中身。え、これ本当に、しゃ小さい方の方です。はい、まあ、前回とカバン変わってないんですけど。ゆりっぺの変わってないよ。カバンが到着しました。てか何もないよ。はい、じゃあ何にしようかな。ちょっとみんな訴えてよ、これ企画良くないよって。ちょっとなんか絶対思い入れないものばっかり入ってるんだけど、ゆりっぺのカバンの中どうしよう。え、だって思い出を語るんでしょ。思い入れないものばっかり。思い入れないものでもいい。いいよ、絶対に思い入れのないトマトが。ちょっとこのトマトについて、あのすごく多分感動するエピソードがあると思うんで、ちょっとこのプチトマトについて語っていただいてもいいですか。プチトマト、待って、ちょっと、はい、皆さん、こちらは皆さんよくご存知のトマトです。実演販売かな。はい、これは今日私が夕方、うん、このコップに入れて。え、このコップは何なの。
これあの売ってたやつ100均で売ってるいっぱい入ってるコップです。おうおう、あ、それにわざわざ移し替えた。移し替えて、はい、今日の夜ご飯ですね。今日の夜ご飯完食、完食です。あ、完食用でこれでもに入れて持ち歩いてる。でもこれ、うん、トマトのエピソード、うん、トマトのエピソードは、はい、これあ、大体コンビニってこれだけで298円とかするんですよ、うん、ただこのトマトすごくて。何ですか？こんないっぱい入ってて、うん、298円だったんですよ。安いスーパー安い、うん、どこのスーパーだったっけな、忘れちゃった。どこだっけ、めっちゃ遠かったんですけど、うん、あ、大丈夫、それは大丈夫だよ。うん、なるほど、あ、大丈夫いや、美味しそうですね。そ、なんかトマトをしかもこの容器に入れるってあれですよ、潰れないためにちょっと固めの容器に入ってるってこと？ラップもやってきたから、キュンキュン。なんかジップロックとかだとね、柔らかいからさ、カバンに入れたら潰れちゃったりするもんね。うん、だからこれがいいのかなって、うん、なるほど、うん、詰め替えてきたんですね、うん、ちゃんと考えましたよさすがゆりえ先生、普通の人はこういう風にね、トマトを持ち歩かないし入れないですが、こう頭が良さそうな感じに言ってくれました。ありがとうございます。じゃあね、食べながらお届けしましょう、トマトね、せっかくなんで。やけ食いだはい、いやもう今日これ勝てるな、全部。うんうん、じゃあこれ、ちょっとゆりっぺのカバンここら辺に置いとけばいいかな。大丈夫、私が今トマトパワーですから、はい、トマトパワーってなんだろう、初めて聞いたけど。よし、オッケー、せーの、最初はグージャケポン。なんで止まるのねねえ、あっち見て、ホワイトさ、リズム、リズムリズム、トマトが、あ、トマトが詰まった、ダメじゃん、トマト。トマト。リズム、リズム。あっち向いてホイから入れますね。オッケー。オッケー、はい。あっち向いてホイ。やった。だって今ちょっとこっち向きかけたとか見てたもん。もう。ああ。トマト詰める前に見てたからさ。しかも私も同じ方向向いちゃってダメだな。しまった。じゃあ。原夏子さんのカバンしまった、今日も勝てると思ったのにな、全部。あ、たっちゃんも前とカバン変わるあの基本これです、私もあんまりカバン変えるとさ忘れ物増えちゃうからさ。え、思い入れがあるもんでしょ。うん、特にないよね、思い入れ。ちょっといろいろ漁っていいですか漁り中です。こんなものも入ってるし、こんなものも入ってるよこれはいろいろ漁られてますよ。いや、これめっちゃ思い出ありそうけど、でも、うん、あ、はい、前回私、うん、勝手に財布を見られたんですよね。お、そんなことあったっけ。もういかにも詰まってますこの財布が。詰まってますねこんなちっちゃいのに。あら、思い出詰まってそうです。思い出はね、これ見てもいいですか。あ、大丈夫です。あ、やばかったら閉めて。あ、小銭入れですね。小銭入れです。ここちっちゃいポケは小銭。はい。あ、でも黄色ってなんか貯まるんですよね、お金がね。そうそう、ただもう折りたたんでる時点でね、多分ピン札の方が貯まるらしいですけどね。私と口座のとこが一緒ですね。あ、一緒ですかそこだけはちょっと見せれないんでごめんなさい。あ、そう、いっぱい詰まってるの。万馬券は入れてないよ、あのコメントにありました。そう、万馬券的中したんですけど、この間、この間私がレモンサワー飲んでるのがバレちゃったんで、1個なんか1個なんかレシートを発表したいと思います。あ、何入ってたかな、レシート。え、何入れてたっけ怖いね、レシートって怖いね。レシート怖いですよね。全然覚えてない。あ、何、じゃあこれにしよう。え、何何何あ、これね、店名、お店の名前言わない、は言わないでこう。一部ステーキ丼並みこれ一人で1名様ですね。はい、そう、ステーキ丼美味しいんだよ。好きなんですか？めっちゃ一部ステーキ丼。そう、だいたいお肉大盛りご飯少なめでステーキ丼頼んでます。ちょっともう一個行きたいと思います。何何何、ライスセットは風肉ヒレいちごじゃないじゃないか。肉、え、これ何？あ、これは、あ、これ、あ、これお店の名前大丈夫？これはいきなりステーキさんのいきなりステーキさんですね。私の大好きなヒレって、いきなりステーキさんでだいぶ高価だ。赤身が好きなの私。ちょっと今度一緒に食べましょう、ね、食べましょう食べましょう。そう、これはね、ちょっとご褒美、ご褒美の時はいきなりステーキ、こう頑張ったなっていう風にはね、はい、と思います。あ、これ思い入れを言うのか。そう、じゃあこの財布でも、はい、今のお肉についてでも思い入れお願いします、はい、この財布は、
前までやってた東京 MX で放送してたヒルキュンという番組で中継先にあの最初の1年リポーターで行ってたんですけど、その中継先の多分明大前かな、明大前にあの中継で行った時にちょうどなんか中財布をずっと持ってたけど、私荷物がいつも多いからこうなんかちっちゃいの欲しいなと思ってたまたま巡り合ったんですよ。中継先で、中継先でなんか早めに着いて、集合時間までちょっと時間あるからと思って商店街をフラフラしてて、そしたらちょうど巡り合って、しかも多分通常これ3500円ぐらいなのが 50% オフだったの。ということは1750円。早いね計算。そろばんやってました。早いね計算。そう。すごいすごい。そう、それであ、もうこれは買うしかないと思いまして。お買い物上手ですね。いや、あの巡り合ったんですよ。そう。なのでもうこれ結構使ってますね。でも3でも中継時代から 2,3 年前ぐらいから使ってます。1750円に見えないでしょ、はい、元3500円ぐらいするからさ。お買い物上手ですねでしょ。そうなんです。ただ長財布も持ってるんですけど、やっぱこっちが楽すぎて、もうずっとこればっかり使ってる。ちっちゃいバッグにもありますね。そうなの。私基本カバン大きいんですけど、ちっちゃいバッグいろいろ入りきらないから、それでもこればっかり使ってます。はい。じゃあなっちゃんがお買い物上手なのとちゃんと現場にすごい早く行ってお買い物する時間もねあるぐらいちゃんと参りしてることが分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。さすが先輩。時間まだありますか？あと1回です。あと1回よし OK。 最初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 じゃんけんぽい。あっち見てほい。最初じゃんけんぽい。あっち見てほい、ね、イエーイ。いやー、やっぱ私強いな。ユリッペがじゃんけんがあんまり強くないのかな。はい、ということでユリッペの私物チェック。何がいいかな。逆にこの中に思い入れのあるものあるのなんでそんなこと。トマトにだってありますよなんか思い入れのないものばっかりしかね、ないんだよね。あ、これは多分どうしようかな。何がいいかな。なんでもいいよ。この間でも財布やったもんね。思い入れ薬これ大丈夫あのなんかいろいろ多分お薬、喉のお薬かな、これ私も持ってるから、なんかビタミン系とか喉のお薬と一緒にベビーチーズが入ってますねなんでこの袋と一緒のこの袋、何薬の袋と一緒にベビーチーズを入れる意図を教えてもらってもいいですか？なんかベビーチーズが、これ4つ入りじゃないですか、なんか1個食べたら3つ余っちゃってから、カバンにいっぱい落ちちゃってて、パッて自分のカバン見た時に、なんて汚いカバンなんだと、これは私が憧れている女性像ではないと。なるほど。ここに入れよう何ここに入れれば女性像に近づくの？ね確かに可愛い袋だよこれね、ひらひらついててね、可愛い袋ですけど、ここにベビーチーズ入ってるかな。普通の女性イケてる女性、この袋にベビーチーズ入ってるかな。食べますか？あ、じゃあいただきます、せっかくなんでね。一緒に食べましょう。食べましょう、せっかく。あ、ゆりっぺにベビーチーズいただきました。これトマトと一緒に食べるとあのカプレーゼになりますか？なんか食べ物はね、それおしゃれだけどね、カプレーゼ風感が半端ないですね、これね。いや、野菜ジュースも入ってるんで、よかったらそう、もうね、なんかさっき買ってきたような野菜ジュースとかトマトとかそういうのばっか。違う、野菜ジュースはパンの人にもらったのを毎日飲んでるんですよ。パンの人パンの人、あ、パンの人、びっくりした。パンの人ってなんかパンの耳くれる人がいるのかと思っちゃった、あ、じゃあいただきます。あ、おいしい。え、これだ、いつの最近だよね。大丈夫だよね。大丈夫。なんかさっきゆりぴお腹壊さないって言ってたからちょっと心配になってきちゃった。大丈夫、おとついぐらいだと思います。おとついね。あ、じゃあ大丈夫ですね、はい、おいしくいただいてます。はい、ということでだって思い入れないものですよ。思い入れ、思い入れいた今。あ、いたいた、いったよね。エピソード言いましたもんなぜここに入っているかという。あ、そっか。ちなみにこれは喉、喉、ね、喉の薬いっぱいです。ビタミンとかね、はい、喉の薬、私も持ったやつですね。はい、チーズに気づいちゃったかはい、ということで、はい、あっち向いて私物チェックコーナーでした。はい。あー、ちょっと口の中がチーズでいっぱい、ね、うん、うん、
はい、うん、ということで、あ、じゃあカバンをね、ちょっと下げさせていただきまして、うん、チーズも食べながらですが、ありがとうございます。さて、ここまでお送りしてきました配信なんですが、ここからはジャシンちゃんドロップキック初のツアー企画、メイペコバースデーサバと名古屋編についての詳細をご説明したいと思います。はい、お願いします。本日ご紹介するのは、うん、2人と一緒にゆかりの地を巡るバスツアー&ライブ、え、商品発売は JR 東海ツアーズさんでございます。ドーン、これですよ。はい、そしてそしてこちらのツアー、うん、今回ご用意する旅行商品は2つ、うん、1、うん、首都圏関西初1泊2日プラン。おー、すごい。はい、こちらはですね、大久、うん、新幹線指定的指定的指定的です。と、はい、宿泊のホテル、うん、そしてバス、うん、そしてイベントの参加券という、うん、豪華です ね、豪華ですね。こちらがついてきます。はい、そして2、うん、現地発着日帰りプラン、うん、こちらはバスとイベントの参加券のみがついてきます。はい、はい、分かりやすくちょっと図で紹介するとですね、うんうんうん、この上の新幹線バスツアーライブ宿泊自由行動新幹線っていうのが1の首都圏、はい、関西初の1泊2日のプランですね。はい、そして現地のプランがこのバスツアーとライブの両方がついてくるので、うん、こちらだとバスツアーの出発のところまでは自分で行っていただいて、うん、はいはい、ライブの後も自分で帰っていただくという、うん、なのでもう名古屋にお住まいの方は ね、はい、こちらの現地のプランがいいんじゃないかと思います。はい、はい、はい、そして、うん、あれですね、私たち実は2人ともですね、はい、私が設楽町の観光大使をやっておりまして、ゆりっぺが東浦、はい、東浦町の観光大使をやっております。はい、なのでね、こういう地元のいいところもたくさん案内したいと思いますよ。うんうん、はい、はい、そして、うん、宿泊プランをベースに今回のツアーの魅力をご紹介していきたいと思います。うん、はい、まずは名古屋までお得。お、あ、色がついたよ。ついたよ。ついたよ。どうなるの？はい。はい、普通にチケットを買うと、うん、新幹線って往復2万円以上するんですよ。しちゃうね。私名古屋から通ってたのですごいわかるんですけど、うん、わかります。それよりね、ちょっとお安くなって、うん、いるみたいなんですけど、あれ？あ、ジャシンちゃんがいるよ。オロチマル。オロチマルじゃなくて、あの悪魔が東京からビューンってなんか飛ばされてますね。はい、これはアニメでね、ポポロンちゃんを連れてったところですね。そうですね、はい、ポポロンちゃんじゃなくてオロチマルだけ映っているという、はい、オロチマルだけ映ってます。はい、はい、そして、はい、続いてバスに乗る前からお得、うん、あ、色がつきました。つきました。はい、やっぱりツアーといったらバッジですけれども、はい、はいはいはい、このツアー向けにもオリジナルバッジを制作することになりました。嬉しい、はい、ね、ぜひぜひバスツアー中つけていただきたいので、うんうん、はい、私たちがサインを入れて、うんうん、この1日ね、一緒に過ごすということで記念品として身につけてほしいと思っています。はい、はい、そして、うん、バスツアーでどこに行くかといえば、こちらです。じゃじゃん、じゃじゃん、なんと私が昔働いていたフレンチのバイト先に当時の服装で皆さんを接客します。これすごくないですか。何それ。絶対なかなかないバスツアーですよね。声優さんが接客するの？そうなんです。まあ、ちょっとね、結構長い間地元でお金がない時代にバイトさせていただいてたんですよ。その時にの、うん、そう、フレンチのシェフがいいよみたいな、うんうんうん、すごい協力的で、うんうん、そうなんです、そうなんです。めちゃめちゃすごいじゃないですか。そうなんですよ。はい、そしてゆりっぺも、はい、私は一番最初のお仕事がラジオのお仕事だったんですけれども、うんうん、その初仕事の場所で初回収録の音声なんかを聞いたりして、うん、その場でもね、ちょっとラジオ局なんでなんかいろいろできて、皆さんにそのところを見てもらいたいなというふうにちょっと今計画中でございます。はい、え、これね、計画成功 できるといいですね。実行できるといいですね。JK、かっこ JK とか。本当だ。そう、制服で当時の写真出るんですか？当時の写真あるかな。当時の写真見たい。音源があるよっていうのも JK の時の服装で、うん、JK の時の服装、あ、制服あります、残ってる。お、見たい。リボンとかだけモザイクかければいけるかも。お、これはね、楽しみですね。はい、はい、ぜひね、
名古屋に行かなかったら絶対行けないことなので、うん、ぜひぜひ参加していただけたらなと思います。お願いします。はい、はい、そして、うんうん、ツアーが終わったら私たち2人はライブの準備に行かなきゃいけないんですけれども、うん、はい、皆さんねちょっとだけお時間があると思うので、うんうん、その間ライブ会場でもある大須の街を楽しんでもらうべく、うん、はい、私たちのお手製大須マップを皆さんにプレゼントします。はい、もうこれはね、はい、我々、うん、やっぱ愛知出身としてですね、大須の私たちのおすすめポイントなんかをね書きながら手書きのマップをプレゼントさせていただきたいなと思います。多分東京とかの方だと大須って言ってもピンとこないと思うんですよね。確かになんかなんて言うんだ、東京で言うと東京秋葉原なのかな、秋葉原、そうアニメの場所でもあり、うん、その商店街とかで食べ歩きが結構できたりして、昔ながらの商店街だけど、そのポップカルチャー、アニメとかそアイドルとかのも盛ん、うん、もうあそこに行けば何でもある。そうなんですよね、うです、もうすごい楽しめると思います。コスプレサミットとかも大須でやりますよね、うん、あ、やるやる、はい、そうなんですよ、そういうところなのでぜひね、このアニメのお店おすすめだよとかここの体が唐揚げがめっちゃうまいや、うん、みたいなのをね、はい、私たちが手書きで書こうと思いますので、その間ぜひ回ってみてください。はい、お願いいたします。お願いします。そして最後、うん、こちらです。うん、最後はライブを行いたいと思いまーす。しかも場所がですね、うん、なんと私が2年前に生誕祭をやらせていただいた、うんうんうん、多分読み方が DTV、デートブラッドかな、DTBLD さんなんですが、この時も実は、うん、あのゆりっぺにもゲストで出演してもらってたんですよ。そうなんですよ、私まだその時名古屋に住んでて、うん、東京に学生で東京にお仕事で帰ってたので、はいはい、名古屋のねところにゲスト出演させていただきました。そうなんです、しかもこの頃はまだジャシンちゃんドロップキックも始まってない状態、うん、はいはいはい、そう思ったらね、いろいろ環境が変わりましたね。あった、変わりましたね、そうなんです、その思い出の地で、はい、再び、うん、ジャシンちゃんを背負いながら2人で一緒に会場でね盛り上げたいなと思いますよ、はい、楽しみ、はい、はい、そしてですね、あ、そう、しかもそのこの会場で、あのすっごい私滝のように汗を流して、うんうんうん、もうほんとお風呂上がりぐらいに汗流れて、うん、あ、今日のライブすごい盛り上がったんだなと思ってたんですよ。で、会場のみんなも汗だくですっごい盛り上がったなと思ってたら、なんとエアコン壊れてたんですよ私はゲストステイだったから、うん、ほぼほぼエアコンガンガンの控室にいたんですよで、モニターでなっちゃん見てて、はいはい、なっちゃん歌った、あ、着替えた、なっちゃん、なっちゃん汗すごくないなっちゃん、ちょっと、なっちゃん歩くたびに雨かなって思うぐらい汗ぶわーって出てきて、みんな気づかなかったんですよ、控室メンバーは。はいはいはい、ただなっちゃんが熱い熱いって言って戻ってくるからそうなの、もうさ、なっちゃんだからだよみたいな、会場の熱気がすごいよとか言ってたら、ね、私も分かんなかったの、熱気すごいなと思ってたら、ただただエアコンが壊れておりましたが、はい、今回はちゃんと治ってますので、はい、ご安心ください。一応ね、脱ぎ着できる服だといいかもしれないそうですね、はい、そして今回は、うんうん、そして今回はですね、うん、私たち原夏子ちゃんと私小坂ゆりえの出会い、うんうん、慣れ初めを面白再現したり、はい、橘メイとペコラの生アフレコをしちゃったりとか、はい、名古屋でしか伝えられない話せない、うん、私たちのね過去なんかも交えた秘密を明らかにキーワードトークも行いたいと思います、はい、キーワードトークなんてね、うん、もういろんなキーワードを入れとくので、そうなんです、もう家族の話だったりとか仕事の話だったりとか、ね、学生時代の話だったりとか、そういろいろね、いろんなキーワード、皆さんもねキーワード書いてくださってるんですもんね。じゃあ今日クラブでもキーワード募集しているからね。そう、それな、それなんかも引きながら、うん、こう私たちのことをさらに深く知っていただけたらなと思います。はい、そしてもちろんライブパートもございます。はい、2人のまあ私たちもともと愛知で活動していたので、はい、その頃の懐かしのあの曲なんかを歌っちゃったり、そうなんです。お互いまだ事務所が一緒じゃない時に聴き合ってたあの曲なんかですね。そう、昔のあの曲をもしかしてね披露しちゃうかもしれないですし、はい、いつも歌ってるあの曲を今回スペシャルバージョンでお届けするかもしれないです。え、あの曲があの曲で、あの曲があの曲あの曲ってどの曲だろうね、もうねごちゃになりますが、まあ、本当に今回はね、はい、ただただスペシャルで、うんうんうん、しかもあれ歌いたいって言ってたよね、うちら、あの肉フェスで最後に盛り上がってたやつ歌いたい、それ言っちゃっていいかな、それ言っちゃおう、とっとこ発
種類をハム太郎を歌いたいんですよ。あれみんなでね最後盛り上がりたいなと思って。そう。わかるかな、あのニクフェスで私もなっちゃんに動画を見せてもらって知ったんですけど、ニクフェスのなんか最後のフィナーレまでいた方いますか？多分一緒に回ってた方いるんじゃない？でもここに回るしかない。回るの。そうあれをやりたくて。多分最後のね、うん、あの一番最後とかにやればきっと場所とかも気にせず回れるかなと思って。多分調べたら出てくるよね、うん、ねえねえ、そうそうなんですよ。なんかもうね歌いたいね。そう夏だし二人でコラボもね何曲か歌わせていただきますので、うん、楽しみにしていてください。お願いします。はい、そして、うん、帰ってからも思い出も鮮明に思い出せるように、うん、私たちと一緒に記念撮影も撮りたいと思います。こちらは後で現像したものを特製フレームに入れてお送りしたいと思います。はい、うん、こんな盛りだくさんの企画、ね、なかなか本当にないと思います。ねえ、てか誕生日ガールが祝ってくれる人を接客って、ね、私は接客してもらう立場な。いや一緒に接客するんだよ。来ていいのかな。きよきよバイトしてたことにしよう。そうなんですよ、やっぱ邪神ちゃん、うんうん、運営さんのなんだろう、あの対応もすごい早いし、はいはいはい、そう本当ね、なんかこれしませんかって言ったらすぐに叶えてくれるから嬉しいですね。ちょっと邪神ちゃんおかしいよやっぱり。いや早い、本当に早い。あとみんながこれした方がいいんじゃないですかっていう意見もすぐに取り入れてもらえるので、うん、ぜひね、じゃあ今日クラブに入ってる方もどしどしいろんな意見を言っていただけたらなと思います。ちなみに、はい、いつからこれは予約できるんでしょうか。はい、気になる発売は、はい、6月の3日の、お昼の12時よりスタートさせていただきますので、ちょうど1週間後ですね。はい、そうですね。しかも先着順となっておりますので、ぜひね12時にご待機して、このページです。このページを、はい、JR 東海ツアーズさんのこのページを出していただくと、うん、あの一番早く予約できますので、はい、よろしくお願いいたします。ところで、うん、おいくらなんですか。おいくらか皆さん気になりますよね。うん、実はですね今日発表したかったんですけど、ちょっとねバスで行く先が全部決まっていないので今日は発表できませんが、近日ホームページと公式ツイッターにて発表させていただきますので、詳しくは JR 東海ツアーズさんの特設ページをブックマークしてお待ちください。はい、なんか私たちも一緒に意見を出させていただいてたんですけど、もう行きたいところがありすぎて ねもう地元だからどんどん出てきちゃって。そうなんですよ。そんな今東海ツアーズさんが一生懸命、うん、いろいろ行けるように組み立ててくださってるので、はい、上昇だけ金額お待ちください。はい、お待ちください、はい、地元で一緒に楽しみましょう。はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてもうエンディングで大丈夫ですかね。はい、はい、そろそろエンディングが近づいてまいりましたが、はい、それでは、お別れの前にお知らせなんかをしたいなと思いますが、お知らせありますか。ドゥ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 ンドゥーン、なんだ、邪神さんドルッタキックスピンアウト企画第1弾、うん、天使組ことボーリンポップの CD ジャケットが完成いたしました。わーい、はい、今曲流れてますか。聞こえてますか。そして今流れてるこの曲が、うん、ボーリンポップのデビュー曲、その名もボーリンポップです。いやちょっとかわいいよこれ。ちょっといいんじゃない。え、何、新キャラ入るよ真ん中に。ね、新キャラじゃない、それ私の新しいキャラクター、愛しいペコラです。え、ちょっとでもすごい可愛いよね。うん、3人ともやばいね、これ可愛いよ。可愛いね。曲良いって言ってる。ペコラ美少女だって、天使すぎる。やばい、嬉しい。いやーね、はい、はい、いいじゃないですか。見て、ぜひ聴きながら聴いてください。はい、はい、そして、ボーリンポップの応援に使える京都の皆様の必須アイテムをご紹介いたします。はい、その名も邪神ブレード。邪神ブレード、これ邪神ブレードとは、はいはい、ザクオトクラブ内で、うん、邪神ちゃんのペンライトが欲しいという意見を聞いて、はい、七瀬さんが公式さんがいろんな人に相談して、はい、という間に実現してしまいました。しかもね、すごい、うん、何がすごいって、はいはい、全キャラカバーの配色があるんですよ。すごい、見て、めいちゃん緑だ。めいちゃん緑だ。あ、これさっき教えてもらいました。なんか紋章の色が緑だった
から、そうなのよ、教えてもらいました。ペコラは白色だ。はいはいはい。なんだろう、これみんなさ、結構迷ってたんですよね、つぼさばの時とか何色だろうって。あ、確かに確かに。ただこうやって決めてもらえるとね、すっごくわかりやすい。すごい、これ変えるのにテクニックが必要ですね。ちょっとね、バババババって。そうね。いや、もうこれは練習しといていただいて。ぜひぜひ、ね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。しかもそれだけじゃないんですよね。そうなんです、はい、ダシーブレードの出てくるかな。あ、出てますね、うん、こちらのイラスト、まず、ゆきお先生の書き下ろしです。いや、すごい、はい、すごいすごい。隣にめっちゃ可愛い、うん、デスノって書いてあるんですけど、書いてありますね。こちらなんと、うん、鈴木愛菜ちゃんの書き下ろしです。なんだって。でも、めっちゃ可愛くない。これなんか、さっき聞いたら鼻生えてるよ。そうなの、うん、筆ペンを渡したらしいんですよ、うん、はいはい。で、うん、公式さんもなんか筆ペンだから平仮名でデスノって書くのかなと思ったら、はい、もう女子力ですよ。へぇ、英語でハートいっぱいでキラキラしてるもん。いや、もう女子力の塊ですね。ねぇ、いや、すごい頑張ってね。さすが、アイナちゃん違うわ。ゆきお先生とアイナちゃんの100の書き下ろしなのでね。ないですね、これは。はい、はい、で、はい、こちらの商品の発売なんですけれども、はい、発売は6月15日から、うん、なんと渋谷マルイで開催される、うん、ジャシンちゃんドロップキック展ミニにて先行発売させていただきます。はい、先生、何ですか、ドロップキック展ミニって何ですか。はなちゃん、そこテストに出るって言ったでしょ。すいません、何ですかそれ。それはですね、はい、皆さんお初にお見に来ると思いますけれども、はい、こちらも先月佳境クラブでジャシンちゃん展やりたいねという意見が上がったみたいなんですよ。そしたらあっという間に挑戦してくださって、ジャシンちゃん展は開催することになりました。え、だってジャシン、なんかそういう展示会されるのってさ、だいたいめっちゃ売れたアニメじゃない。舐めてもらってもらえますよ。すごいじゃん。ジャシンちゃんのことダメですよ、ダメじゃん。すごいじゃん。しかも、うん、こちらのジャシンちゃん展、うん、アニメの原画や絵コンテなど、うん、貴重な資料が見られるみたいですよ。すごい、もうジブリかジャシンちゃんかみたいな世界ですよね。しかももっともっといろいろ盛りだくさんっていうのも聞いたので、へぇー、続々ね、情報をお待ちください。いやー、もうこれは行くしかないですね。ねぇ、ぜひぜひ。じゃあね、ジャシンちゃん店もあるそうなので、はい、渋谷の丸井さん、皆さん行ってみてください。よろしくお願いいたします。はい、あ、まだまだお知らせがありますね。はい、そうなんです、うん、私たちの、そう、サークルファイヤーで、うん、ボーリンポップ、先ほどの曲と、まだ曲があるんですけれども、はい、ブレード使って一緒に盛り上げてほしいので、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、これが6月の29日6月29日です。じゃあぜひね、そのブレードをゲットして、はい、そのサークルファイヤーでもファイヤーしてほしいですね、皆さんに。はい、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、はい、じゃあちょうどね、今、うん、私ちょうどこれ時計が見えないんですが、今何時なんですかね。50分なんだ。そうなんだ、よかったよかった。もう過ぎてたらどうしようかと思ってました。私もびっくりしちゃった。はい、ということで、うん、ね、早いもので、はい、もう50分経ってしまったんですが、うん、どうでしたか今日は。いや、今日は、まさか収録中にご飯を食べることになるとはね、私のトマトを食べることになるとは。はい、冗談はね、ちょっと置いといて、はい、うん、もうチーズも食べたけど、チーズ食べたけど、いただきました。はい、ボーリンポップの曲、さっき皆さんに聞いていただいたんですけれども、そちら、私も聞いたばっかりで、はいはい、完成音源聞いてなかったんですよ、うんうん、すっごい可愛くて、もうやっぱりジャシンちゃんすごいなっていうのと、うん、やっぱりなんだかんだ発表されたバスツアーの内容ですよね、うん、もう本当にさっきもちょっと言ったんですけど、うん、なかなかジャシンちゃんとか関係なくて、他の声優さんのイベント見ても、うん、こんなに地元まで一緒に行って、こんなプライベートの前も掘り下げてですね、本当ですよ、昔のバイト先とか発表していいのみたいなところから始まって、うん、なかなかね、すごくないと思うんですよ、はい、なので、なんだろう、ライブだけじゃなくてね、うん、私たちのこと知ってほしいというのももちろんなんですけど、はい、普通のバスツアー感覚で来ても絶対楽しめると思います。そうですね、この日ちょっと一日暇やな、あ、行ってみようぐらいの感覚でも全然大丈夫なので、そうそうそう、うん、一緒にね、ちょっと一日空いてるから名古屋でも観光しようかなっていう気分でも大丈夫なので、うん、はい、一緒に
27日盛り上がりたいなと思います。ぜひ今からでも遅くないです、参加してください。よろしくお願いいたします。え、花火、何今の花火、え、花火が上がった、何ですか今の花火、え、花火、何これ、虫様の花火がって書いてある、頑張ってくれた方、え、ありがとうございます。また花火上がった、花火、いや、綺麗綺麗、今年初花火だわ、私、本当だわ、ちょっと早いね、まだ夏前に花火、みんなと一緒に花火しちゃったわ、そうだよ、旬の花火がって言ってるよ。でもちょうど生誕祭の時期とか、でも花火の時期なので、うん、そうですね、夏っぽいことも一緒にできたらいいですね。はい、そうですね、はい、そしてです、今日は私か、うん、本当になんか新しいね、情報も今日たくさん発表されたので、うん、なんかすごい楽しみだなって思いました、うん、純粋に私のバイト先も、うんうん、結構他にもあれなんですよ、安住出身で、うん、全国、日本でなんか一番可愛い女子高生に選ばれた美少女コンテストみたいな、そう、永井理子ちゃんっていう子もそこで働いてて、うん、そうなんです。だから結構すごくオープンにこう何でも受け入れてくれる人先だったので、うんうん、そう、今回すごく協力的に、うんうん、え、いいよいいよみたいな、全然ファンの人来てくれてもいいし、写真も撮ってもいいしみたいな感じでウェルカムに言ってくださったので、すごい思い入れのある場所に皆さんも一緒に行けるのかなと思うとすごく楽しみだなと思いますし、歌もね、うん、あったり朗読もあったりで、うん、こう2年前にも私はその会場で生誕祭やらせていただいたんですけど、またその会場とは全同じ会場なんですけど、中身はもう全然違う内容でお届けしたいなと思っていますので、ぜひね、会場も楽しめますし、バスツアーの方も今もうちょっとこれできないかっていうのを試行錯誤したゆえに、ちょっとまだ発表がね、お値段の発表も遅れてたりするんですけど、うん、できればね、いろいろ本当に回りたいなと思ってるので、はい、ギリギリまで頑張って、私たちもね、いろんなところに皆さんと一緒にバスツアー回って、うん、こう夏の思い出を作れたらなと思ってますので、ぜひ皆さんも一緒に来てもらえたら嬉しいなと思います、はい、よろしくお願いします、 お願いします。声優がこんなガンガンもう打ち合わせに参加するイベントないですよ ね、 本当にそうなんですよ。でも皆さんに喜んでほしいなっていう、そうなんです、感謝伝える日ですね、お誕生日は、ね、そうですね、うん、本当にもう皆さんに感謝を伝えたいなと思います。受け取ってください、はい、よろしくお願いします、はい、そしてですね、うん、まだ邪教クラブに入っていない方はですね、うん、ぜひこの配信を機会に参加してみていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします、お願いします。はい、この間と一緒の私たち、うん、またこの後グループチャットに交流いたしますので、ぜひ今日の感想とかお聞かせいただけたら嬉しいです。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでね、邪教クラブでは今後も新しいコンテンツをね、皆さんにお届けしていきたいなと思っております。ぜひ入ってください、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで皆さん、またお会いしたいなと思います、はい、じゃあ1週間後皆さん電話よろしくお願いします。電話電話じゃない、ゆりっぺに電話すればいい。じゃあここに間違えちゃった、予約ね、特設のね、さっき言いましたよ、特設、うん、公式サイトの方ですよね。電話じゃない、皆さんちょっとゆりっぺに惑わされないでくださいね。みんなのために最初に間違えたの。電話しちゃダメですよ。ゆりっぺに電話しても予約は完了しません。最終確認でした。はいはい、はい、それじゃあ以上、メイとペコラの職質ナイトでした。皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。この後ね、この後も